こんばんは、ミネラルウォーター大善伊藤です。今日は富士山ウォーター、富士山の天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね。特に水に関しての説明は書いてありません。ですね、硬度が78、pH が 8.5 ですね。大変飲みやすい水です。癖もなくてですね、誰が飲んでも嫌いとは言いません。言わないでしょう。で、硬度が78ってことで使い勝手も良くてですね、軟水ですから、使い勝手も良くてですね、日常使うのにとても向いている水なんじゃないかと私は考えています。この製品にはですね、バナジウムが入っていまして、100ml あたり6.3マイクログラムですから、1リッターで63マイクログラムですね、入っております。バナジウムっていうのはですね、高血圧とか糖尿に効くと言われています。ただ、やっぱりこれ薬じゃありませんし、1本飲んだだけではもちろん何の効果も現れません。もし効能を期待する人はですね、まあ効けばいいんじゃないかな、っていう感じの、軽い気持ちで、軽い気持ちったらおかしいですけども、そのなんていうんですかね、これが効かなかったらどうしようとかそういうんじゃなくてですね、まあ効かなくてもいいじゃんぐらいの、気持ちでですね、長く続けて飲むっていうことが、大事なんじゃないかなと思います。たとえですね、バナジウムの効能が全く、得られなかったとしてもですね、水をこまめに飲む、水を飲む習慣をつけるってこと自体がですね、体にはプラスになると思うので、結果、良くなっていくんじゃないかなと思います。まあもちろんバナジウムの効能で良くなるってことじゃなくて、その水を飲む習慣をつけることで、体が良くなっていくってことですけどね。ですね、採水地が静岡県富士宮市、まあ、富士宮といえば、富士宮焼きそば、 B 級グルメの富士宮焼きそばでですね、まあ一時すごく有名になったところなんですけども、私自身ももう10回以上、もう10回どころか20回ぐらいは行ってるのかもしれません。もちろん焼きそばを食べに行ったこともありますし、ね、メインで焼きそばを食べに行ったこともありますし、山梨県からの帰り道に寄ったこともありますし、富士宮市だけを目指して行ったこともありますし、とにかくですね、富士山の存在が身近に感じられてですね、とてもいいところです。なんていうんですかね、水に関するこう、スポットもですね結構ありまして、総合的に楽しめるところだと思います。私の住む東京からも近いので、それほど遠くありませんので、これからも何十回と通っていくところなんじゃないかなと考えています。販売者が秀和株式会社、これ大阪府の会社なんですけども、富士山の水に目をつけたのは何でなんだかなと、担当者が飲んでみて気に入ったから売るようになったのか、それともまあ別にそのただ営業的なつながりだけで売るようになったのかわからないですけども、大阪府の会社が売っております。こんな感じですかね。水の説明が聞かないのはちょっと残念ですけども、ただまあ成分と等は全部ちゃんと書いてありますし、ラベルもしっかり、こういうふうにこうオリジナリティのある、ラベルを作っていますので、皆さんぜひ興味のある方はですね、買ってみて、試してみてください。よろしくお願いします。